大葉コウモリは、菊花コウモリ相続の大型の多年層。地下系は直立する。茎は直立し、普通高さは40から150センチメートルになるが、2メートルを超えることもあり、よく分子する。茎につく葉は、草質、またはやや角質で、養身は三角形上人型から平田五角形上人型で、 長さ15から23センチメートル、幅17から28センチメートルになり、先端は鋭く尖り、基部は広い心形になる。傭兵に広い翼があって、基部に大型の三角形状になった耳があり、茎を抱くが、幼少は円筒型にはならない。上部の形容の傭兵の基部は小型の耳になる。下期は8から9月。登場は円錐に多数が、 横向きから斜め下向きにつき、すべて両性の筒状花からなり、頭花の花柄は長さ5から10ミリメートル、計0.5ミ、mm、リメートル以下になる。双方は、共筒型で長さ10から12ミリメートル、双方辺は1列で5から7個ある。一頭花は9から10個の筒状花で構成されており、果敢の長さは7ミリメートルになる。果実は防水型で、 長さ4から6.5ミリメートルになる。痩せかで、量は目立たない。寒毛は、白色で、長さ7ミリメートルになる。日本固有種。本州の東北地方南部、関東地方北部、中部地方の日本海側に偏って分布し、火力林の湿り気のある林内や林園に生育する。和名、大葉子森は、大葉川堀の井。種名チャノスキーは、 植物学者、カール・ヨハン・マキシモビッチのために、日本の植物を採集した、菅は蝶の助への懸命。類似の種に、北海道に広く分布し、南千島やサハリンにも分布する、ヨブスマソーパラセナチオロブストスがある。両子とも茎の高さが2メートルを超え大型になる種で、果樹も大型で多数の頭花をつけるが、オ葉バコウモリは、 花柄の小道が0 5ト、mm、ル以下と細く、長さが5から1 0ト、mm、ルと長く、頭花は過剰にまばらにつく。一方、ヨブスマウは、花柄に多細胞性の褐色の毛が密生し、毛が1ト、mm、ルと太く、長さが3から5ト、mm、ルと比べると短く、頭花は過剰に密集してつく。また、葉は、ヨブスマウの方が、大葉コウモリより、倍近く大きい。 本州の関東地方以北において、呼ぶすまそうと誤認されてきたものは、本州であることが多いという、ありがとうございます。